ってね、空振り取りましたよね、はい、こういう球行くのか。でも今日のどうでしょうね、松山メッセンジャーのまっすぐにも結構対応したんでね、まあ、鶴としても低めのゾーンの方がいいんじゃないですかね、はい、もうすんなりねストライク勝負じゃなくてボールも一回に振らすかというような形でいると思いますよね。あ、でも釣ってきましたね、上がってきたんですね、まっすぐのスピードが。丸、松山2者連続三振、決め球は高めのまっすぐ。結構中野さん、シーズン序盤ああいうボール振ってくれないケースっていうのがありましたね。ありました。